はい、こんにちは。今日はですね、こちらでございます。サバ缶はスーパーフードなんですよというね、お話をしてみたいと思います。私ね、今日ね、ついね、朝読んだばっかりなんですが、こんな本読みました。服用危険、飲むと寿命が縮む薬サプリというね、鈴木優さん。私もね、この方のね、本ね、非常にね、好きなんですが、こんなね、鈴木優さんがね、書かれた服用危険、飲むと寿命が縮む薬サプリっていうね、本をね、ついね、朝ね、読んだばっかりなんですが、この中でね、サバ缶にね、ついてね、書かれてたんですよね。サバ缶はね、スーパーフードなんだよというふうにね、書かれておりました。ちょっとね、今日ね、これがね、サバ缶非常に私ね、気になったんでね、今日はね、そんなサバ缶がね、スーパーフードたるゆえんっていうのをね、4つほどね、ご紹介してみたいと思います。まずね、最初にね、4つ、ご紹介します。まず1つ目がですね、1年以上保存が効く。そしてですね、2つ目、フィッシュオイルを多く含んでるよ。そして3つ目がですね、タンパク質を多く含んでます。最後4つ目がですね、ビタミン D を多く含む。こういったね、4つのね、なんていうかね、効果って言いますかね。スーパーフードたるゆえんっていうのがね、あるんですよっていうところでございます。一つずつね、ご紹介すると、まずね、1つ目、1年以上保存が効く。この辺はね、皆さんもね、ご存知の通りだと思いますが、サバ缶ね、缶詰なんでね、中がね、真空になっております。つまりね、保存がね、効くというところでございます。我が家もですね、何かのね、緊急事態が起きた時用のね、非常食としてですね、缶詰ね、何缶かね、家にね、保存してるんですが、その中でもね、サバ缶がね、2缶ほどね、ありました。今、賞味期限見るとですね、多分ね、もう1年以上前に買ったやつなんですけど、3年だったかな、ちょっとごめんなさい、忘れたんですが、1年以上はね、保存期間がね、いわゆる品質のね、賞味期限というのはね、あります。この辺ではね、私のようにね、こう、緊急事態用のですね、非常食っていうところでもね、よろしいですし、あとね、お腹が空いた時にはね、パカッと開けてすぐ食べれるっていうところもね、非常にね、お手軽さもあるんでね、こういったね、保存が効くっていうところはね、非常にね、このね、サバ缶だけじゃないんですけどね、缶詰自体、に言えることなんですが、ここはね、非常にね、便利な、便利っていうかね、いざという時にはね、非常にね、助かるっていうね、食品でございます。そして2つ目、フィッシュオイルをね、サバ缶多く含んでるよというところでございます。フィッシュオイル、代表的なものでいきますとね、 EPA とかね、 DHA と言われるね、いわゆるね、こう要素なんですが、実はね、こういうね、フィッシュオイルっていうのはサプリメントなんかでもね、たくさんね、フィッシュオイルを含んだサプリメントたくさん売ってるかと思うんですが、実はね、サプリメントの場合ですね、思ったようにね、このフィッシュオイル、EPA とか DHA っていうね、こういったね、要素をね、取るのはね、難しいはそうでございます。というのもね、この本の中でも書かれてたんですが、実はね、こういうね、フィッシュオイルっていうのはね、非常にね、酸化しやすいそうなんですよね。ということで、サプリメントでね、取ろうと思うとですね、開封して、飲んでても、毎日一錠ずつ飲んでるとですね、後半、以降になってくるとですね、酸化してね、このね、フィッシュオイル自体はね、純粋にね、こう取れないっていうふうなね、ところになってくるそうなんですよね。その点ですね、こう、サバ缶の場合でね、こちらも書いてます。空気を抜いた状態でね、密閉していますので、これね、酸化を防ぐことができると。つまりね、食べた状態、食べるときはですね、パカッとこう開きますんで、その状態で初めてね、そこから酸化していくんですが、すぐ食べますんでね、そういったところで行くと、EPA とかね、DHA というのをね、多く含んでる、サバ缶なんでね、たくさん、このサプリメント以上にね、こういったね、フィッシュオイルをね、多くね、取ることができるんじゃないかなっていうところはね、この辺ね、非常にね、いいところでございます。そしてですね、サバ缶、タンパク質をね、多く含んでおります。サバ缶のね、缶のサイズにもよりますが、大体ね、一般的なね、サバ缶のね、大きさ、サイズでいきますと、一缶あたりにね、含まれている、このタンパク質の量っていうのは、20g をね、ちょっと超えるぐらいだそうでございます。ちなみにね、参考まで言いますと、成人男性がね、1日に必要なね、タンパク質の量っていうのはね、50g っていうふうに言われてますんで、大体ですね、このね、サバ缶、一缶でですね、1日に必要なタンパク質の量を、半分近くね、取ることができるというところがありますので、今日ね、ちょっとタンパク質、少しね、取れてないかなとか、あんまりね、ご飯食べれてないなと思った時はですね、このサバ缶でね、サクッとタンパク質をね、取るっていうことができますんでね、この辺はね、なんていうのかな、プロテインみたいなもんなんですかね、っていうところで、非常にね、
プロテインに近いスーパーフードって言ってもね、過言じゃないのかなというふうに思います。そして最後4つ目なんですが、ビタミンを、D をですね、サバ缶、非常にね、多く含んでおります。ビタミン D、これね、こちらも書いてますけど、カルシウムの吸収を助けてくれるね、成分でして、そしてね、カルシウム、丈夫なね、骨を作ってくれます。まあ、こういったね、丈夫な骨を作るカルシウムのね、吸収を助けてくれるのがね、ビタミン D の役割でございます。まあそんなにビタミン D をね、多く含んでおりますので、まあね、サバ缶と一緒にどうなんですかね。なんか、うん、カルシウムの多いようなね、ものをね、一緒に食べるとね、丈夫な骨ができるっていうところはね、この辺もね、まあ非常にいいんじゃないかなっていうことですよね。まあつまりね、タンパク質をね、多く取ることができ、そしてね、ビタミン D も多く取ることができ、そしてね、EPA とか DHA と言われるね、フィッシュオイルなんかもね、多く取ることができる。そして、まあね、一年以上ね、保存が効きますので、もし何かね、大災害とか起きた時にもですね、このサバ缶が助けてくれる。というところで考えるとね、サバ缶、スーパーフードなんじゃないかな、というところでございますよね。はい。なのでね、まあね、このね、動画をね、見て、いただいている方、今からね、すぐね、このね、動画をね、ストップして、スーパー、またね、ドラッグストアなんかにね、あとコンビニなんかでもいいですよね。サバ缶ぜひね、買いにね、行ってみていただければなと思います。まあ、家にね、まあ、一缶、二缶ぐらい置いといてもね、いいんじゃないかなとね、私は思いますね。うん。まあ、もしね、まあ、災害なんかがね、まあ、地震とかね、あとね、まあ、台風なんか来てね、もし、いざとなった時にね、サバ缶というのは、これだけのね、いろんな栄養素を含んでますんで、まあね、含んでますし、そしてね、1年以上ね、保存も効きます。まあね、なんかね、例えば、非常食でも、災害が起きた時用でもいいんですけど、まあ、例えば、一人暮らししてる時にですね、まあ、家帰りました。ああ、なんかお腹空いたなと思った時にですね、サバ缶あったなと思ったらですね、それでね、サクッと食べることができますんで、まあ、こういったところはね、非常にね、おすすめじゃないかなというふうに思います。そしてですね、この本の中でもね、ちらっと書かれたんですが、サバ缶ですね、食べる時の、一つの、まあ、テクニックじゃないんですけど、食べた後にですね、必ず残り汁がサバ缶の中に残りますよね。あれはね、処分せずにですね、全部飲んでしまう。もしくはですね、ご飯にぶっかけてね、食べてしまう。ということで、この残り汁っていうのはね、実はね、非常にね、栄養素がね、高いそうなんですよね。なのでね、汁は処分せずに、残さずに、全部残さず食べてしまいましょう。飲んでしまいましょう。っていうのがね、このサバ缶をね、食べる上でね、一番ね、大事な、ね、テクニックだそうでございますんで、ぜひね、皆さんね、サバ缶と食べるときにはですね、食べるだけではなくて、汁もゴクッと全部飲んじゃおう。っていうのはね、ぜひやってみていただければな、というふうに思います。まあね、多分、スープの中に、まあ、お汁の中に、この、フィッシュオイル、タンパク質、ビタミン D なんかをね、かなりね、たくさん含んでるんじゃないかなと思いますんでね、まあ、せっかくね、まあ、うん、言ってみれば、まあ、プロテインみたいな、スーパープロテインみたいなもんですからね、まあ、残さずね、ごくっとね、飲んでいただければな、というふうに思います。はい、ということで、今日はですね、サバ缶は、実は、スーパーフードなんですよ、というね、お話をしてみました。今日のね、お話、まあ、面白かったな、参考になったなと思いましたですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録、まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、今日ご紹介した、この服用危険、飲むと寿命が縮む薬サプリ、このね、本なんですが、非常にね、面白い本でございます。ちょうどね、私ね、今ね、めちゃくちゃね、サプリメントね、飲んでまして、ちょっとね、この本読んで、これやめた方がいいなというね、思ったね、サプリメントなんかもね、ありました。まあ、サプリなんか、あとね、薬なんかもね、よくね、常用されてる方、ぜひね、これね、読んでみていただければ、非常にね、面白い本で、私ね、一日でね、これ読み切っちゃいましたね。なのでね、非常に面白くて参考になる本でございますのでね、もしね、興味ある方いらっしゃいましたら、このね、動画の概要欄の方にでも、この本のね、リンクの方を貼っておきますので、ぜひそちらの方からチェックしてみていただければなというふうに思います。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。